嘘か本当か。5年前、成功率 100% の殺し屋が日本からぷっつり姿を消したそうだね。イカれたミラーの遠くの方で、しらけた面して笑ってるぜ。ママに近づかないでほしい。いや、だからそれは誤解だって。頼んじゃんだ。分かったね。はい。こんな風にあなたとまた巡り合うなんて思わなかった。あの時あなたに撃たれていた方が良かったのかもしれない。窓に薄い日が陰り、夏の終わり告げてる。古いジャズなどかけたまま、肩をすぼめそれを見送る。終わりかけた罠なのに。演じた俺の若さよ。